町田アタックしていきました。ここは町田の得点。ヘラから町田、藤本のシュートが決まりました。ここは渡嘉敷ですが、リバウンドは町田。宮澤スリーポイントを決めてきました。そうです、佐藤にはエラー、ショットクロック時間が少ない、5秒。宮崎割っていきますが、ここは入れました。やっぱりね、富士通の、ね、怖さっていうのはスリーポイントだと思うので、まずは富士通でした。ちょっとエネオス富士通のスリーポイント警戒と思ったところは、ここは走るプレーできました。富士通藤本、エネオスも非常にいいディフェンスを見せていますが、今度は町田自ら打ってきました。スリーポイントシュート、もう非常に高確率で決めてきますよね、スリーポイント。そうですね、宮崎、長岡、おっと、ここは富士通ボール、町田が決めてきました。町田、町田スリーを狙ってくる、2本目。いや、町田選手ここ連続でスリー来ましたね。町田の得点になりました。ここ狙ってきますね、町田選手も。サプライズね、ここはね、富士通の うまさでもあると思うんですけど、そこをね、エネオスね、どうこれから、おそらく3本目。渡嘉敷、長岡、宮崎もスリーを狙ってくる。ここはもう宮崎選手さすがですね。そうですね、フリースローでね、つないで縮めたいですよね。ナイスパス。ここは宮崎から渡嘉敷に、宮崎、増田に佐藤がついています。ここは来ました。ここは枝の判定、宮崎のシュートが決まっています。46歳、ここは渡嘉敷で来ました。エラー、ショットクロック時間がない、宮澤のギリギリのシュートが決まりました。これはもう本当にさすがでした。ダブルリーグという舞台で活躍している選手たちです。町田がパスを飛ばしました。田中、もう一度町田、スリーポイントシュート決めてきました。いや、町田選手ね、スリーツーボール、もう林選手の1本はチームを救いますから ね、 うね、もう富士通も必死で止めにかかるというところですが、宮崎バスケットカウント。さあ、この1本が逆襲の1本になるでしょうか。エネオス、リバウンド、エネオス、さあ追い上げていきたい。ここは宮崎が持っていきました、バスケットカウント。ショットクロック10秒、町田から藤本、もう町田選手の的確な、町田には欲しい。藤本、スリーポイントを狙ってきます。ここも決めてきました。こういったミスがね、エネオスはちょっと減らしていきたいところですけども、最後は宮澤決めてきました、富士通。会場もどよめくようなプレーが出ました。